かできるはずだったのに配信できなくなっちゃったよ。すいませんでした。一応チケットがあったからよかったけど、そして今日も本当に激ヤバ状態で15分だけの配信になっちゃう、バタバタになっちゃってごめんなさいませ、ごめんなさいませ。え、そう、チケットラス1なの。そうなのね、頑張ろう日本こんばんは。ね、髪の色可愛くない？ね、やばすぎ、いい感じ、髪色いいし。なんか一応長さは整わせてはいるんだけど、そう、緩やかになんか超ショートから普通のボブ、ショートボブから普通のボブの長さに揃えてもらって、伸ばしつつボブやりつつってやってるのでちょうどいいね。ね、色もかわいい、目かゆい。なんか隅っこ暮らしみたいな降ってきた、かわいい。こんばんは。顔がかわいい、本当に軽くはメイクしたけど、軽くはやった。顔も可愛い顔の他に何があるんだ、性格とか。性格が可愛いあるかな。おい、よいしょ、こんばんは。画質は綺麗、本当。なんだろう、今日はえんじゃない、何、リングリングライトエンライトリングライトつけてない。え、かわいい、 UTZ さんありがとう。何それ、やばすぎ、かわいいすごい、キャラクターがババババババっていっぱいいた。可愛いギフトありがとうございます。へえ、今ギフト隅っこ暮らしとコラボしてるんだ、いいね、キャワ、いいねやばもう6時半なんだ、早いね、一日早いな。あっという間に時間って本当に過ぎていくもので、本当に本当に。こんばんは。私も画質がいいと思いました。あ、本当？ライトつけない方が画質いいとかある？ちなみにライトつけるとこんな感じ。どっちがいいんだろう今日画質よきめ、あ、ほんと、これいつもの感じだよね。ね、変わらん、変わんないならライトはついてた方がいいのか。ライトない方が好き。そんなことある？毎日ライトつけて配信していた大竹ひとみ、さないままでは何だったんだあ、でも今日あれかな、今日の顔が褒められるのはカラコン入れてないからじゃないか、そんな気がするよ。最近カラコンめんどくさくてつけること少ないんだけどさ、みんなカラコンない顔の方が実は好きなんじゃない？でカラコンない時っていつもメイクしてないのよ私、すっぴんの本当に。でメイクしてる時はカラコン入れてるので、メイクしててカラコン入れてないっていう組み合わせはないんですほとんど私。そうだからじゃない、ナチュラルっぽく見えるのよ。あとマスカラつけてないからあんまりメイクメイクしてないの。メイクメイクしてないけどでも軽くはしてるし、カラコンが入れてないと多分目に光が純粋に入るから多分綺麗に見えるんじゃないかなっていう風に思い
ね、ナチュラルがいいんかな。あ、なんか私もさすがに24歳と半年ぐらいが経って24歳と半年が経って、まあなんかそのままの方がいいんじゃないかな思い始めたよね。ね、久しぶり。今日も可愛いね、ありがとう。久しぶりだね。なんか昨日配信してないだけで、昨日配信できるはずだったんですよ本当は。申し訳ない、できなくなっちゃって。すまない。週末にこの人に会えるのやばすぎるて。だって週末カラコンやめようかな、普通の2ウィークのこれにしよう。何着ようかなって思って悩んでたの。まあ言ったじゃんみんなに、私服がないんですって。服はあるのに服がないと服あるのにみんなに会える服がないって、冬服、みんなに会える冬服がないなって言ったじゃん。ドドタウンにお願いしたの。そう、ドドタウンにご注文お願いいたしますって言って、そうで早めに着くようにした。だから15日ぐらいには着きそうなんで、週末には間に合うねって感じです。そう、なんかワンピースっぽい感じとか上下別の感じとか、まあパターン別に買っといたんでなんとか間に合いそう。久しぶりにあれだわワンピース着そう。可愛いワンピースしばらく着てなかったなと思って。そうなのそうなの、寒くなってくるとすぐジーンズ履いちゃうし、すぐトレーナーパーカーに頼っちゃうから、これからそればっかりにならないようにしないとと思ってね。黄色い箱が来るとなんだっけ、還元みたいなあったよね。黄色い箱見たことないや。うん、実質無料。え、そうなんだ。え、キャッシュバック。へえ、黄色い箱見たことないな。お腹空いた、お腹なんか私海賊王になってるわ。なんだ、海賊王になってるけど顔を食べるアンパンマンにもなったり、どうするの。私キャラクターになっちゃうじゃないか。どっちなんだい。ショールームキャンペーンが始まってるんかと思ったら、明日からか、明日だっけ、明後日じゃなかった、なんか通知来たから見た。それ明後日から10周年どうのこうのイベントどうのこうのみたいな、ね、くしゃみを耐え抜いた顔です。今のは絶対出ると思った、絶対出ると思って待ち構えて出なかった顔です。こんばんは。15日あさってですね。日付感覚私もないんですけど、そのショールームイベントが始まる時には11月も折り返しということで、そんなに私11月無駄に来たかしらというぐらい本当に毎日の記憶がございません。やばいです。はい、そして先月の分の交通費を精算させていただかないといけないことに今気づきましたね。やばいですね。はい、交通費 DH さんにいただかないと、忘れないとじゃない、忘れちゃダメだ。忘れないとは違うわ、ちょっと頭回ってない
忘れないわよ。あ、今って言われてるけど、書いた提出したんだけど、原本は送っちゃないなみたいな。やばすぎ。はい、インボイス気をつけます。インボイス制度。そうなんですよ。送ったんですよ、写真っていうか、そういう一旦提出してるんですけど原本忘れてますね。これやばいですね。はい、ジッピリラルやつは困っちゃう。ジッピではないけどね。まあ結局あれですよ、あの年度末のあれの時に大変になるだけだって、それをやんなきゃいけないだけだ。ガッチャンさんが600回目の訪問ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、600回も来てくれてありがとう。確定したくない、そう、確定したくない申告のやつ、でしたくない深刻なやつ。寒くなると思い出すよね。という気持ちです。クリスマスが今年もやってくる。嬉しいこと、楽しいこと、悲しいこと。さあパジャマに着替えて乗り換えよう。なんだっけ、全然歌詞覚えてなくて作りまくっちゃった今。そう、私この曲だけはなんか寂しくてあんま聴かないんです。普段大好きな竹内まりやさんなんですけど、そう、クリスマスが今年もやってくるわ、なんか悲しい気持ちになるので、あんま聞いてないです。エピソードはね特にないんですよ。なんだけどなんか私の中のクリスマスソングで、なんかあのケンタッキーの CM でも有名なあの曲を聴くとなんか寂しくなるんです。悲しい時ね、寂しい歌じゃないんだけど私にとってなんか寂しい気持ちになるんですよね。武道館のジャケのサイン入りトートバッグ当てたんだけど、使うべき飾るべきだと。おー、悩むね。使うんならぜひ私が見える時に使ってほしいけど、でもなんかサインって結局ペンで書いたものだからいつか消えてしまうかもしれないと思ったら飾った方がいい気もする。お任せする。でも絶対使いたい人は使いたいと人でいると思うからな。ね、こんばんは。15分だけの配信になってしまって申し訳ないです。本日も。わー、すみっこ暮らしのギフト可愛いですね。さっきから可愛いのがポンポン飛んできてるのがすごく可愛くて幸せな気分になりそうです。です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 。なんか今日そういえばなんか今日の顔ってみんな配信始まった直後に言ってくれたけど、私今日いろいろ変えてるわ、今日いろいろ変えてるわ。みんなやっぱ変化に気づくんだ。そうだね、そういうことだもん。変えてる、思った。そう、ベースの色が、そう、いつもの色と違う、なんか化粧下地、なんかオールインワンみたいなやつ、適当なやつにしちゃったんだけど、でもなんかファンデとか塗ってないんよ。下地だけ塗ってちょっとピンクみのある下地を使ったのと、あとアイシャドウが茶色い、アイシャドウがいつもピンクなのに茶色い、そしてリップがあのいつもの色よりちょっと暗めでした。
でカラコン入れてない、マスカラしてない、全然違うやん。ね、して927日連続配信ありがとうございます。927日ありがとう。927日連続配信でした、ございました、ありがとうございました。そう、大竹ひとみナチュラルバージョンで今日は、はい、お送りしております。ね、何がってとこまでは分かんなくても全体的になんとなく違うは分かる説立証ですね。これはすごいね。なんか本当にすごいね。みんなやっぱ違い変化には気づくのか、すごい。本当に私自分でもあんま分かんないのに、それ自分の顔だから変化なんか分かんないか、すごい。ナチュラルなおたけさん、ちょっと髪の毛ボサボサすぎるな、アイロンかけたはずなんだけど、まあいっか、しょうがないよね。はい、ということで、ちょっと早いんですけど、どっから出たなのか分かんないんですけど、はい、早いです。お疲れ様でした。疲れてないんだけどね、喋ろうと思ったらあと3時間ぐらいベラベラ喋れるんですけど、ちょっとこの後やんなきゃいけないことがあって、うーん、私としたことが、やらなきゃいけないことがあるというのに、本当に今日は体が動かず頭も動かず、本当にダラダラしてしまいました。なあ、よくない、よくない、よくないんですけど、なんか動かなかった。こんばんは、こんばんは、こんばんは。もう終わっちゃうの、来てくれてありがとうございました。ごめんなさい、本当に失礼いたしますね。気圧の変化かな、気圧と寒暖差だよね。いきなり寒くなるなんて聞いてないよって思いながらダウン引っ張り出してきたんで、ダウンは引っ張り出しましたよ、皆さん聞いてください。はい、私もうダウンもない、上着もない、パーカーもない、服もない、どうしよう、生きていけないって言ってたこの私がダウンを引っ張り出してきて、冬服も購入しましたので、もうこれから先しばらくは生きていけそうです。今年ね、初めて寒すぎて起きるをやりました。本当だよね。ね、でもなんか気温上がる日もあるかもしれないけど、ほとんどが多分これから寒い日ばかりになると思うので、皆さんもお気をつけください。仕事終わり、ちゃけちゃんお疲れ様ありがとうございます。ちょっと短い時間だったんですけれども、もうそろそろ配信終わりにしようと思います。ごめんなさい、失礼いたします。お疲れ様でした、ありがとうございます。ということで壇上読みますね。13位ルートさん、ありがとうございます。12位 TDT さん、ありがとうございます。11位英子さん、ありがとうございます。10位ヤンさん、ありがとうございます。9位ラッコさん、ありがとうございます。8位ゆたかさん、ありがとうございます。7位さくらのお友達さん、ありがとうございます。6位しんちゃん、ありがとうございます。5位レインボーさん、ありがとうございます。4位かもちゃん、ありがとうございます。3位おのじゅんさん、ありがとうございます。2位 UTZ さん、ありがとうございます。そして1位は虫男さんでした、ありがとうございました。ありがとう、イエーイ、お疲れ様でした、ありがとうございます、ありがとう、お疲れ様でした、ありがとうございます。本当にすいません、バタ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 とすいませんでした、失礼します、ありがとう、バイバイ、おやすみなさい、早いけどおやすみなさい、バイバイ。SNS 関係はこの後更新しようと思います、暇時間を見つけて、バイバーイ。寒い。